はいどうもこんにちは、ダブツ枝ぽよ住職でございます。じゃあ今日もこの原神やってまいりますよと、はい、ということでございますけれどもね、まあ私ね、この世界にね、このお寺をね作りたいなと思っておりまして ね、これ何言ってるんだっていう感じなんですけれども、まあこの原神と、まあなんか神様のゲームですけれどもね、まあ私にとってはこの現物とね、仏様のゲームとして楽しんでいこうかなと、そんなことを思っております。で、何をしたらいいんだっけこれ何したらいいんだっけ。もうその全然わかんなくて、その次は どこに行ったらいいの、これどこに行くとか、これ何を見たらいいのこれ、ちょっとわからなすぎて、あ違う、これじゃないな、どこに行ったらいいの今これ、なんかどこを見たら ここやりなさいみたいなのわかるんですよね、これ。なんか何をやったらいいの、とりあえずなんか次やること教えてほしいんだけどやること教えてほしい な何やったらいいんだろうこれ。うん、さようなら。はい、なんかやること、やること何やったらいいのもう初心者すぎてマジでわかんない。あ、これか、任務、任務これやん、任務これじゃん、ほらこれやったらいいんじゃない、これはもうやったのかな。神殿の入り口でアンバーと合流する。アンバーはそこであなたを待っている。あ、これや、これやったらいいのか、目標追跡、オッケーオッケー。なるほどね。これやったらいいんだよ。で、走っていく、走っていく。走っていくよ。ヒュー。すぐ体力なくなるのよ、これ。なんかもうちょっとこうさ、早くこう移動できる方法ないのこれ。頑張れ、頑張れ。ほら、ほら、すぐなんかもう、疲れちゃう。もうちょっとなんかサクサクっと移動できたら、いいなと思うんですけどね。ミント取りましたよ。ああ、料理の人がいる。料理の人。はい、キノコ。キノコ、ノッコ、ノッコ、元気な子。はい。じゃあ。はい、はい。ふふ。ふ。あ、来た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 。アンバちゃん。よう。ここが放棄された自由事故の神殿の一つだよ。つる？つる？おなんかほら、お鶴が気になる、鶴が。モンドの人でもめったにここには来ないの。あ、そう。だから中は獣やヒルツールの存在になるかもしれないね。あ、はい。風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。風魔竜。風魔竜が自分の神殿とは。実はね、私もショックなんだけど。風魔竜はかつて四風事故の一つとして数えられていたの。いやもう分かんない、もうそのいっぱいね、その難しい名前いっぱい出てくるから、分からんのよ。風少し変わってる、風変わってる。おう、入ってみよう、気をつけて、竜の力が影響を及ぼしている。なるほど。お、鶴。ああ、変な本見た。あれ、変な本見たぞ、変な本見た。はいはい、あ、よいしょ。鶴は見なくなったやん、見なくなったやんか。はい、入るよ。ええ、ソロで挑戦。うん、いい、これソロで挑戦。編成。あ、そっか、他にこう仲間がいたらここに増えていくみたいな感じ。はあはあ、だから今は2人しかいないから、これでいいんかな。挑戦開始。もう分からんのんよ、もう分からんのんよ。じゃあ、おな、なんかあるぞ。これはいはい。おお、かっこいいじゃない。よいしょ。はい、いくよ。
見えたのね。よし、ちょっとアンバーちゃん。いやぁ。アンバーは狙う射撃ができます。照準モードでチャージし、チャージが完了すると、炎元素の効果を持つ矢を放ちます。炎元素スキルを利用すると、世界中の可燃物に可燃効果を与えられます。ど、頼んだわよ。え、え、え、なに、え、な、なに、なんか出た。なんか出た。え、あ、おお、爆発した。え、え、え、ど、え、どこ行くのこれ。ああ、なんか出てる。あ、燃やしたらなんか出たよ。あ、でもこれ、ここも？よいしょ。ほうほうほう。ああ、なるほどね。木だから燃えるわけね。よいしょよいしょ。まあ、これは普通に開けたらいいのか。難しいよ。もう、ちょっと難しい。難しいんだよ。ほら、燃えた燃えた。お、大根。お、ちょ、ちょ、なんかちょっと。ちょ、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 ちょ。え、なに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 。逃げられないって。よいしょ。あ、なんかここはだからこのアンバーちゃんがどんどんどん燃やしていくっていうコースね、これ。おお、おい、おい。緑は草元素を表しており、炎元素を燃やせます。ほうほうほう。マウスホイールを長押しして、ああ、へえ、こんなことできるんだ。こうやってやって緑色になってるやつは燃えるよと。これも燃えんの？これは燃えない。ああ、こうやって見て、そこら辺燃えるよと。まあもう、とにかくもうなんかどんどん燃やしていくしかないね、これ。わあ。あの盾燃えないの？ほら、あ、燃えてる燃えてる。イエーイ。角笛？角笛？あーは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 ー、なんか来た来た来た。こういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。あ、さっき出たやつ。ウサギ、ウサギ使うの？ちょっと。ああ、なるほどね。ウサギが爆発して倒すと。ああ、あ、近く来た。ちょっと。あ、なんとか倒せたよ。いや、なんかもう難しい。もうこの時点でもうちょっと難しいわ。なんかもうすごい速い敵とか出てきたらもう戦える気がしない。で、まだこのキーボードのこの操作も慣れてないし、そんな全然。よしよし。よしよし。なんか小麦ゲットしたよ。パンでも作れるんじゃない？よいしょ。これも燃える？ん？これは燃えないのか。ここは登れる？これ登れる。あ、こっちこっち。よいしょ。
いた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 。なんか撃ってきてる。よっしゃ。うん、よし、こっちで戦った方がなんか戦いは早そうな気がする。火薬が詰まった樽だよね。はは、あそこぶっ飛ばすのか。矢で撃てば起爆できると思う。イエーイ、起爆したぜ。あら、あは、あは、いけんあーだあ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 だ、よいしょ、あーやったぜ。こっちの方が早いかな。しっかりこうアイテムはねしっかり取っていくよ。アイテムしっかり取って、よいしょ。なんか、アンバーちゃんのとこなんか赤く光ってんだけど、あれ何？何？なんか赤く、あれ？なんか赤く光ってるけど。あ、なるほど、なんか必殺技みたいなのができるんか。高いね。上に何かあるみたい。うん、高いね。どうやって行くんだ？どうやって行くんだ？あれは、おぉ。おぉおぉ、飛んだ飛んだ。おぉ、すごいすごい。すごいすごい、すごい怖い、ちょ怖い、ちょっと怖いよ、もう怖い、もうすごい、あ、けんけん、え終わった、え、あれあれ、今落ちた、あ、落ちても大丈夫、落ちても大丈夫なのこれ。なんか光ってるものを見たら、よし壊そうって何ね。はい、疲れた。はい。でもこれで少しはじいさんの役に立てたと思う。うん。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれもじいさんの力があればこそなんだけど。もうちょ、はい。でも今フーマリューがモンド城内を直接襲うようなことがあったら。風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。うん、なるほどなるほどなるほど、いい言葉だ。これはリサさんの口癖だよ。リサさんね、はいはい、リサさんですね。そうだ、前に話した四分職の話だけど、うん、もうわかんない、もう忘れてるわ。興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。はは、なるほどね。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。うん、図書館司書の知識はちょっとツンデレ的なね。この腕組みして話すってもすごいよね。この腕組みしながら話す。作戦成功。あ、挑戦成功。はい。挑戦成功。よいしょよいしょ。ゲットしたよ。うん。ゲットした。もう終わり ?976 秒。自動的に終了します。え？それ前待つの？え？え、なんか向こうに行けみたいになってる。ん？え？おい！おい！おい！え？どういうこと？どういうこと？疲れたーって言って。ああ、これ出れる。アンバーちゃんもちょっと死んじゃったよ。アンバーちゃん。アンバーちゃん。ああ、復活。いやいや、ちょっとなんか、とりあえず帰ろう。帰ろう。帰ろう。とりあえず帰るよ。なんか、
宿で寝たらさ復活するとかそういうのじゃないの？ん？何何？なんかマークが出てる。何のマーク？何何？なんかある。なんかあるよ。ラズベリー取って。え？あれ？あれ？なにこれ？あ。ああ。攻撃できない。あ、これで攻撃すればいい。あれ？おい、なんか。ちょ、そっちね。あ、こっち。はい。え？あ、これって、なんか、矢があったら攻撃できたん。なんかある。なんかいる。え、なにこれ。ちょっと、届かないし。なんか良さそうなんだけど。まあもう知らない。わかんないから。ちょっと。無視するしかないや。はい。もうわかんないもん。おい。よし。ガードされた。痛い。嫌で撃たれてる。きちんとしまっておこう。あ、木も登れんのこれ。はあはあはあ、こうやって木も登れるんだ。ナッツゲッツ、イエイ。よいしょ。いや、こっちか。あ、これ、鉄。旅の収穫だ。このスパイダーマンみたいにこう登れるのすごいよね。どこでも登れちゃうもん。こういう木を切るとなんか 木がもらえるんだよね。そう。あ、なんかいる。なんかいるな。花。なんか臭い花みたいなやつがいる。なんかちょっと見えない。あ、こっちに向いた。あ、潜ってんだ、なんか。はあはあはあ。あ、はあはあ。なんか手足みたいな感じだったのかな。よし、なんか。倒しちゃおう。だんだんかった。おう。
ったぜ。ゲッチュゲッチュ。よし、なんかちょっと戦いにも慣れてきたぞ。うん、なんか結構食らってるけど、結構食らってるけど、なんかあのマップの星のマークがちょっとよくわかんない、なんか星みたいなマークがあるんだよね。なんでそれがあるんかようわからんのよね。これどういうことなんだろう。うん、なんかどうやって回復とかしていいかもわからんし、これどうやったらその回復できんの。あ、なんか誰かいる、走ってる。あ、なんかあれ他のキャラクター一緒、なんかプレイヤーなのかな。レベル9って結構強いんじゃない。あれ、なんか戦ったら負けそうな気がする。でもだって一人だし、アンバーちゃんいないから。攻撃しなかったら大丈夫かな。ああ、バレた。バレた。あ、バレるんだ。ちょっとこう、なんかヒットアンドウェイ。ヒットアンドアウェイで。シュッシュッシュッ。おい。おい、来い来い。よいしょ。よしよし、よしよし、勝てたぞ。よし、いけそうな気がする。ああ、なんか、死んじゃった。これ、これって死んだら、どうなんだろう。なんかあのマイナスになることはないの、これ。なんかマイナスになってんのかな、ちょっとわかんないや。なんかあのさあ、ドラクエとかだったらさ、なんかあの持っとるゴールドが半額になるとか、なんかそういうのはあるじゃん。そういうのがあるのかな、これ。ピカピカ光ってる。でもなんかアンバーちゃんも生き返ってるよ。松茸ゲッチュ。はい、てよ。いや、もう戦ったらやられたしな。とりあえず、なんかこう無視しよっか。なんかまたなんか死にそうだし。もうさっきなんか急になんか凍結とか言って凍っちゃったし。もうとりあえずわかんないから、とりあえずわからんから、もうとにかくあのピカピカ光ってるとこ目指すよ。こっちからかな。目指していって、はい、やっていきましょう。よいしょ。これなんかもうちょっとね、もうちょっと離れてみたいんだけどね。なんか近いんよね、なんかキャラクターのこの距離が、距離感がさ、なんか近いんよね。もうちょっとさ、なんか何でも登っちゃうんよ、これ。いや、それ無理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 、それは無理よ。ちょっとそれは無理よ。ち
ちょっと思ってたのと違う動きするから。はいはい、よいしょ、いくよ。はい、なんか明るくなってきたよ。ナッツゲッツ、ナッツゲッツ、はいはい、よいしょ。お、いた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 、なんか燃えてるけど、何あれ、なんか燃えてる。まあでも、やけどしそう。来たか。来たよ。近くに来てくれ。何か匂うか？ね、何か匂うか。あ、焦げた匂い？この神殿で少し予想外のことがあった。お、予想外。予想外屋さんでした。それからヒルチャール。フーマ流が残した魔力のつながり。魔力のつながり。はい。中はきっと賑やかなことになってるだろうな。危ないのか？賑やかだが危なくはない。危なくはないね。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。なんさ、なんでそのモレアスの神殿って何なのそれ？行こう少年。ちょ、説明が足らない。四風守護は祀られなくなったが。イニシエの風が消えることはない。イニシエの周りを掃除してやろうか。周りを掃除してやろうか。はいはいはい、行くの行くの。お、うん、はい、挑戦。はいはい、行くよ。なんかさ、回復みたいなことできないの？なんかそのさ、体力をさ回復するとかさ、そういうのあるじゃん普通。どうやってやったらいいの？なんか分かんない、説明がないよ。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。こいつも腕組んで、はい、騎士団みんな腕組むの。おうおうお、なるほどね、こう使えるんだ、自分で使うわけね。ほうほう、なるほど。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。こうで、うん、水分を含んだ環境にいると湿潤効果を付与されます。あ、凍結させらんの？あるんだ。経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。こいつはどうだ？あー、これか。さっきこれやられたもんね。旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ？うん。水があったら使えるんだ。元素の力。おばあ、あ、どうなったの？あ、これを止めるわけね。おとなしくしやがれ。このおとなしくしやがれっていうのいいね。おとなしくしやがれ。あ、こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。怖いんよねこれ。前に道がない。雰囲気を利用して上に登ろう。はい、はいはい、すごいんよこれ、すごいんよ。もうちょっとまだわかん、まだその操作がうまくわかんないから。はい、そう、ネイビーの石は水の琥珀です。
はあはあ、あれを水の琥珀だからこれをあいつに当てるみたいな水元素だ。これで火は消せるよな。そうだ、鋭いな。あ、陣から称号をもらって騎士にならないか。あ、こう青くなっとったらこう水がかかってるっていう意味なのかな。とりあえずこのガイアさんはもうなんか今お試しだから、いくらその攻撃を食らっても大丈夫なのね。キャベツゲッツ。野菜がいっぱい出てくる。野菜が、野菜野菜ね、ホリエモンが大好きな野菜だよ。野菜は美味しいんだよっつってね、めっちゃ怒ってたからな。野菜をしっかり取っとかないと。よいしょ。はい。何これ。泳いで取ることはできません。あ、なるほどね。凍らして。これ。これ。これ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 そう。これ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 そう。はい。ね。詳細は俺もよく知らない。角田さんの歌を歌っちゃった。があるなら代理団長にでも聞いてみるといい。代理団長にも聞いてみるといい。よいしょ、うん、すごいな。なんか意外となんかこういうね、こういう風なゲームだと思ってなかったから。なんかちょっとなんかゼルダっぽい感じの、なんかこう早速やるぞ。わしたよ。おお、いい動きするじゃないか。いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。アザス。どうもアザスでございます。はい。こちらこそ。騎士の謙虚さも兼ね備えているとはな。お前がモンドを救う勇士。うん。きっと自由の都の新たな伝説になる。あ、そうですか。アザス。俺は本部にいるから。暇な時いつでも来てくれ。うん、暇な時ね。いいさ。あ、ちょっと飛ばしちゃった、ごめん。なんとかしガイアさん、ごめん。だろ、フーマリオから遺跡を一つ奪うことに成功したな。あ、そうなの。ここからは全然分かってない。そうだったの。こう遺跡奪ったのね。はい。はい。はい、お先。はい。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。奇襲かけられたの？おお。お前らの仕業だったんだな。なになに？なになに？なんかすごい展開。おお。仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。うん、何よ何よ、もう分からんことだらけよ。あ、仲間になったの。あ、ガイア仲間になったんや。へえ、すごいじゃん。なんかガイア仲間になった。ほうほう、仲間になったよ。ふんふん。ほら、なんかこうこういうなんか強い武器なんじゃないん、ここらへん。うん、なんかこれ、ほらこれをさ、なんかこう装備したらいいんじゃないの。どこで装備すんの？ちょっと。どこで？どこで装備すんの？あ、アンバーとか選んだらいいのかな？え？どうなんだ？ん？これか？キャラクターか？あ、これか？これで武器。
向き、切り替え。わ、これ。わ、これも足したらいいんちゃん。ほら、オッケー。これ持って。で、ああ。なんかわかんないけど、とりあえずこれ持っとこう。これ持って。なんかこれ、ここら辺もなんかつけとこう。ちょっとわかんないから。わかんないからつけとこう。なんかいっぱいなんかありそう。これもつけとこう。はい、装備。はい。これも装備。装備。やっぱりその、やっぱりね、やっぱ主人公を、やっぱり、こう、大体こう、そういう時っていうのは、優遇するよね。はい。で、武器。武器で、切り替え。これ、このレベル3のやつ。一応が強いんでしょ、多分。あ、比較っていうのができるの、これ。ああ、なるほどね。こうやって攻撃力が違うと。はい、はい。なるほど。これで、はい、OK。で、なんかわかんないけど、これもつけとこう。装備。はい。んで、ガイアさん。ガイアさんも、なんか俺装備そこ。装備。で、なんかガイアさんの武器。これは持ってないでしょ？で。ん？これ。切り替え。OK。あれ？あれ？さっき武器持たしたよね？あれ？これ。あれ？持てないの？これ。まだ持てないとか？ん？これよね。あ、なるほど。あ、切り替えっていうのを押さないといけなかった。これでいいんだ。装備済み。いいよね。ガイアさんも装備してるよね、多分。うん、装備。オッケーオッケー。よしよし。よしよし。なんか重要アップデート。はい。イベント。なんかこう、イベントがあるけど、わかんない、とりあえず。わかんないから、ちょっと、はい、メール見てみよう。メールを。はい。はい、アンケート答えたらなんかいいんでしょ？はい、よいしょ。よいしょ。行こう。なるほど、回復、なんかアンバーちゃんが回復してないのよ。どうやったら回復できんの？なんかさ、宿で寝たりするんじゃないの？よいしょ、なんかいたよ。なんか光ってる、なんか光ってるよ。なんか光ってるけど。あああああ。ああ。めっちゃ当たった。めっちゃ当たったよ。松茸ゲッツ。これなんだこれ。なんだこれなんだこれ。ビリビリ言ってる。ビリビリ言ってる。いや、どっちに打ってんの？どっちに打ってんの？
なんか回復した。なんかこう、こういうなんか植物みたいなやつだったらさ、炎で攻撃した方がいいとかあるんじゃないか。燃えてる燃えてる。よいしょ。んで、どっちどっち？え？何？負けだよ。え？え？え？え、何ここ？え？何これ？おい、ちょ、いけん。ほら。めちゃくちゃレベル高いやん。いけん。逃げる。こんな勝てない、こんな。急に何よ、これ。急になんない。ちょっと、戦う気ないから、そんな。ちょっと、どこよ、これ。どこないよ、これ。ちょっと。え、これ、え？え？ちょっと、え、これ登れんのこれ。よいしょ。もう登れる。もうちょっと体力なくなったけど、体力ないけど、あ、体力なくなったら登れなくなるじゃん。どうしたらいいのこれ。あれと戦わないといけないの。あ、向こうにもなんか行けそうな気がするけど、ちょっと、絶対無理じゃん。だってあんなん、あ、なんか登れそう。行け。あ、無理だ、登れないや。ちょっとあれをこう怒らせないように、ちょっとこうずれて、なんか どっか行けるとこないの。あ、そう、向こうになんか出れそうな。あんな、そんなレベルの高い人戦えないし。またアンバーちゃんがなんか死んじゃったから。よいしょ。なんでこんなとこに来たんだろう。なんでこんなところに。攻撃されてるし。なんなのよ。もう無視しよう。無視だ。もう。無視無視。お、つるつる。つる。
おとなしく。いやいや、自分で爆発してる。こいつはどうだ。よしよし。おとなしくしやがる。こいつはどうだ。おとなしくしやがる。よいしょ。なんかめっちゃ食らったけど。実に愉快だ。料理してみる。まず火をつけてください。ああ、でもこれだからアンバーちゃんがいないとできないんじゃん。ほら復活。アイテム使わないとキャラ復活できないの。じゃあ無理じゃん。別にあの神殿を目指さないと。よいしょ。とりあえずあの神殿まで行こう。頑張ってちょっと神殿まで行って終わりにしよう。ちょっと わかんなすぎるわ。ちょっともうちょっと勉強しよう。そのこの原神の世界をもうちょっと勉強しよう。ちょっと私の生きる仏様の世界とはだいぶこうちょっと違うから、ちょっとこの神様の世界のこのルールが分かんないん、全然分かんないから。はい、キノコゲッチュ。ここ登るか。よし、ここ登るか。よいしょ。ええ、吹っ飛ばされたよ。どうもあら、かわいい子ちゃん。ようやく着きました。危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。あざす。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。うん、図書館司書の仕事は？いい質問ね。基本的に肉体労働と頭脳労働以外のことかしら。うん。それ以外に何があるんだ。何だったの今の会話。いる今の会話。今の会話いるかな。なんかこういうちょアイテム何使うかちょっと分かんないけど、なんか一応なんか取っとく。そう、でもアンバーちゃんもう死んじゃってるかな。そう、みんなすごいなんかもう食らってるし、なんかさ回復とかできるんじゃない？なんかでさ、なんかあるんじゃないん、回復アイテム的なやつ。あ、これ食べたら回復するじゃん。はあはあ、これ食べたら回復するんじゃん。ほら、食べちゃえ。
あれ？え？オッケー。で、で、これで、ほら、生き返った。生き返ったわ。で、回復回復。あ、なるほどね。あの木の実は回復薬だったんだ。今分かったよ。この下の顔何これ。なんか何あの下の顔。なんか嫌そうな顔してたけど。よっしゃ。よしよし。私も少し本気を出そうかしら。お。本気を出すのね。おう。なんだ。回復しなくても、このリサちゃんで行けばよかったのね。パイモンちゃん、そこには行ける？パイモンちゃん。でも何もできないぞ。この風を使って上に行きましょう。なんか魔法使い的なキャラだね、やっぱ。よいしょよいしょ。え？ちょっとちょっと、じゃあよしよし、お姉さんに任せて。強い強いやん。ああ、だからこういういろんな職業の仲間を増やしていくような感じなのかな。雷エースの石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。うん、ちょっとビリビリさせないとね。はぁ、しびれなさい。20秒無理やったやん。20秒無理だった。作戦失敗。ちょっとビリビリさせないとね。時間がない、時間が。よしよし。こういうとこ落ちちゃうから気をつけないとね。凍るんでしょ？あ、凍らない。そうだったの。あ、なるほどね。電気だったら、あの感電するとかそういうことか。ごめん、最初からこうそうしとけばよかったわ。やっぱお試しだから。これ何もなんない。
リサちゃんはこうね、今は空域よ。ここから上に上がりましょう。上に上がりたい。今無敵状態だもんね。体力関係ないもんね。生じたイカ槌の火花は落ちるような声ほどの衝撃ではないけれどね。なんかかっこよさげなことを言うんだ。私の首にある宝石が何かって。怖い。嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。よいしょ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば、外付けの魔力機関とも言えるかしら。危ない危ない危ない。よいしょ。神の目も知らないなんて、あなたは一体どこから。突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能が低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。そうだったんですね、まあ、意外といい子なんですよ私。意外といい子なんで、よろしくお願いします。これを壊せば帰って休めるよね。壊します。休めると思ったら、ガゼンやる気が湧いて。風立ちの地にある七天神像に行こうぜ。それを神に捧げるんだ。じゃあ、重なってるけど。北風の狼、ボレアス。ボレアス。西風の鷹、トワリセピロス。ダンピュライオン、ボレアス、セピロス。それらは、モンドの四方の風の守護者で。うん。風神トワリン。それが、なんかちょっと飛ばしちゃった。風魔竜の名前。いや、トワリン。あ、フーマリオはトワリンっていうの。ちょっと可愛い名前だな、トワリン。かのものは、四風四方の中のトワリンだった。うん。四方の風の中で、トワリンがそのうち、三つの力しか使えない原因が、これよ。彼ははじめに、自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。いや、もう全くわからんわ。何の話をしてんの、これ。憎しみだと思う。いや、もう。憎しみ。いや、なん、おやっぱおっさんだからかな。マジで何にも意味がわからん。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。あ、彼よ。でも、司法守護だったのになんで、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ。守ってくれる存在だったのね、本当は。モンドの人間としてはとても言いにくいわね。うん、何かあったのね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。うん。ほらほら、行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。うん、なんか読めばわかるのね。読めばわかると。お、なんか始まったよ。ああ、これでなんか町が救われた的な感じになった。おう、リサちゃん仲間に入ったやん。はあ、やっと全部片付いた。はい、片付いたということで。モンドの元素の流
ってみるか。他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。うん、そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろ。そうなの？今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。どうやって使うん？え？よう、おい、はい、はい、次はこれね、モンド城に戻ると。はい、モンド城戻ります。はい、よいしょ。ということで、じゃあ今日はちょっとここまでということにさせてもらおうかなと思います。はい、ちょっとよく本当にね、もうゲーム初心者だからちょっと分かんないんよね、本当に分かんないんですけど、まあでも、頑張って育てていこうかなと思っておりますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように。じゃあね、バイ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 。お、なんかやった。